乃木坂46の柿春香がパーソナリティを務める東京 FM のラジオ番組、スクールオブロック乃木坂ロックス。7月20日木曜日の放送では、開催中の真夏の全国ツアー2023の沖縄公演について、リスナーのメッセージを紹介し楽しみな気持ちを伝えました。リスナーから届いたメッセージ。春香先生。こんばんは、このメールが読まれているということは、真夏の全国ツアー2023、史上初の沖縄公演が近づいている頃だと思います。沖縄出身の僕としては、地元で乃木坂46、そして春香先生を生で見れることが本当に嬉しくてワクワクしています。どんな公演になるか、ちむどんどん、ドキドキするという意味、しながら待っています。ちむどんどんしています。よしき、ありがとうございます。そうなんですよ。7月22日と23日は、私たち乃木坂46初となる真夏の全国ツアー沖縄公演があります。嬉しい、初めてです。ちむどんどんしていますわら、沖縄は暑そうですよね。7月1日の北海道公演がすでに暑かったので、暑そうですけど、夏を感じられるからいいですよね。楽しみです。ワクワク、ちむどんどん、しながら行ってきたいと思います。沖縄は、なんといっても先輩の伊藤リリアさんの出身地。沖縄で撮影したミュージックビデオがあったりもします。私自身も写真集、まっさら、で、本当ではないんですけど、宮古島には行かせていただいたことがあります。すごく楽しかったし、海も綺麗だし、空も綺麗だし、また行けるっていうのが嬉しいですね。しかも今回は、メンバーと一緒に行けるのが楽しみです。嬉しいなぁ。